こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらのストレリチアレギネという植物についてご紹介したいと思います。こちらなんですが、バナナの仲間のストレリチアという植物なんですけども、花が特に有名で、極楽鳥花という鳥の頭みたいな花が咲く植物ですね。でそのお花はよく切り花屋さんなんかでも売ってるんですけども、それの親といいますか、これが咲く株っていうのはこれになりますね。で非常に強い植物で、観葉植物としてもすごく優秀な、ストレリチアという仲間なんですけども、管理としてはですね、暗いところでも結構耐えてくれますし、室内でも、本当にどこにでも飾れるような植物で、葉っぱの形も、こういうふうに扇形に広がっていくので、まとまりもいいっていうので、昔からすごく人気のある観葉植物です。で花をもしも探せようっていうんであれば、基本的に明るいところに置いていただかないと花はまず見込めないので、外の日陰に置いていただくとか、日当たりのいい窓辺に置いていただくとかして、でさらにこの鉢がですね、大体15鉢ぐらいの大きさに植え替えるような感じでやっていただくとなるかなと思うんですが、このちっちゃいのはいきなり15鉢に植えてはダメなので、毎年1枚ずつか、1枚か2枚ずつ大きいのに植えていただいてっていうのに、そういうのが前提になりますので、そのぐらいの長い期間管理していただいて、鉢も大きくなってくると株も十分大人になって成長するので、それが花が咲いてくるかなっていうところになりますね。でこれ根の育成といいますか、根がとても太いので、長く植え替えをしないとですね、鉢を割ってしまったりですとか、こういったプラスチックの鉢ですと、変形してしまって抜けなくなっちゃったりとかってことがありますので、最低でも2年に1度ぐらいの間隔で植え替えをしていただいて、一回り大きいのに移してあげるといいかなと思います。で、どんどん株が、これ茎ができないんで、葉っぱがですね、葉っぱの高さだけでその植物の大きさになってくるので、でさらにですね、どんどん小株が増えてきて、こう放射状に丸くなっていくような育ち方をしますから、植え替えをしないと、そういったことも見込めませんし、なかなか生育も悪くなっちゃうので、植え替えはつきものっていうのと、日照はなるべくあった方がいいんですが、暗いところでも耐えられますので、そちらを面倒見ていただければいいんじゃないかなと思います。で虫がですね、貝殻虫ですとかハダニっていうのが風通しが悪いとつく場合がありますので、たまに葉っぱを拭いてあげるとかでお手入れしていただいたりとか、ちょっと面倒くさいんですけど、外を出して水でザーッと洗い流してあげるっていう管理方法がとても向いてますので、そちらをやっていただければいいんじゃないかなと思います。花も植物の葉っぱも楽しめる優秀な植物で、なおかつ頑丈なので、ちょっとお部屋のインテリアとしてももちろん優秀なので、そういったことで利用していただければいいんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。